宗教国家アメリカの誕生 2> 第二回は入植者 vs 先住民かつてコロンブスは新大陸の発見者であると表現されましたこれはサンサルバドル島と名付けられた島に上陸したコロンブス一行を描いていますこれもそうですしかしアメリカ大陸には 1>, 1万5000年以上前から先住民が住んでいました。そこでコロンブスは旧大陸から新大陸への最初の到達者であるという表現が主流になります。しかし現在ではバイキングの名で知られている古代スカンジナビア人数十人が1000年頃に北米で最も東に位置するニューハンドランド島に到着して。 数年間を過ごした越冬基地の遺跡が残っていますこれがその遺跡です世界遺産にも登録されているランスオメドー国定史跡ですニューハンドランド島最北端にある高校遺跡でバイキングによる新大陸入植地として知られていますランスオメドーの位置はここです拡大します ニューハンドランド島の最北端です。最初にアメリカを発見したのはレイフ・エリクソン。この絵はその場面を描いています。これはレイフ・エリクソンがニューハンドランド島に上陸している場面です。ですから、新大陸への最初の到達者の名声はコロンブスのものではなく、古代スカンジナビア人レイフ・エリクソンの頭上にこそ輝くべきものなのです。 それにもかかわらずコロンブスの名前とその後悔が今なおさまざまな伝記に取り上げられ輝き続けているのは新旧両大陸の封印が破られ孤立していた2つの世界が驚くべき勢いで交流を開始したのは1492年以降のことだからでしょう。そしてコロンブスの後悔はカトリック国スペインの女王イザベラの援助と ローマ教皇の認可の下に行われました残された文書から見る限りコロンブス自身も敬虔なカトリック教徒であったといえます彼は先住民たちが速やかにキリスト教へと改心することを願い迫り来る終末を迎えるために新体力からもたらされるであろう利益がエルサレムの再キリスト教化に用いられることを願っていますここで言いたいのはアメリカのキリスト教師はプロテスタントではなく カトリックに始まったということですしかしこのようなカトリック的アメリカはその後一世紀ばかりの間にイギリスのピューリタン入植1620年によるプロテスタント的なアメリカへと変貌していきますではこの1492年から1620年の変遷はどのようになされたのでしょうかスペインはコロンブスの発見を拠点として エルナンド・デ・ソト、フランシスコ・ピサロ、エルナン・コルテスを送って、フロリダ半島、ユカタン半島、メキシコへと征服地を広げ、その足跡はパナマ地境を越えてペルーにまで達しました。1545年にはポトシ銀山が発見されましたが、その発掘量は初期はなんと1日1トンでした。南アメリカから運び込まれるこの大量の銀は、 ハプスブルグ家の王位を継承しやがてヨーロッパ中を戦乱へと引き入れるスペインにとりその戦費を賄う重要な財源となっていきましたこれは1588年のスペインの支配地域ですスペインはヨーロッパ史上いや世界の歴史上初めて日の沈むところのない帝国となりました16世紀の半ばまでに アメリカ大陸の中部と南部は、スペインの植民地になります。1580年には、スペイン国王はポルトガル国王兼ね、ポルトガルが築いてきたアジアとアフリカの海洋商業帝国と、ポルトガル領ブラジルもスペイン帝国の一部となります。スペイン帝国は紛れもなく、史上最初の世界帝国でした。 しかしキリスト教世界の威信をかけてオスマン帝国と戦いカトリックの大義をかけてオランダネーデルラントのプロテスタント反乱勢力と戦いヨーロッパの覇権を求めてフランスと戦ううちに国力を使い果たしていきましたそして1588年にはスペイン無敵艦隊はエリザベス女王率いる弱小国イギリスに大敗してしまいます イギリスによる北米探検は、早くも1497年と98年に、ジョン・カボットがイギリス王の命により北米を探検。しかし、植民地建設の事業は起こりませんでした。また、1580年、資料船船長フランシス・ドレイクは、スペインの植民地や船舶を略奪しつつ、マゼラン海峡や希望峰を回って、 イギリス人として初めて世界就航に成功していますハンフリー・ギルバートは1583年ニューファンドランド島に到達してこれを最初のイギリス領植民地としました北西航路の探求は後の時代まで続きますが次第に北米大陸への植民を重視する勢力が台頭しますこの人物はハンフリー・ギルバートの イフテイでエリザベス一世の長身ウォルター・ローロリ彼は女王の直居を得て1584年から複数回探検・植民のプロジェクトを推進し最初のイギリス領北米植民地をロアノーク島ノースカロライナに建設その地をエリザベス女王バージンクイーン女王にちなんで バージニアと名付けました1585年入職が始まり1587年には100名以上の植民団が渡航しましたしかし1590年には廃墟となってしまいますこの植民は失敗に終わりました1603年エリザベス一世が亡くなりジェームズ一世が即位します1606年 このジェームズ一世の特許状を得て、バージニア会社が設立されます。そして、バージニア会社は、144人の入職者をアメリカに送ります。1607年、アメリカにたどり着いた104人の入職者は、ジェームズ川のほとりに定住し、そこをジェームズタウンと名付けました。ジェームズタウンは、入職後わずか半年余りで、 上戸マラリアで半分以下に減少しますがジョン・スミスという優れた指導者と先住民ポーハタン族の協力があって生き延びることができましたジョン・スミスは入植者の軍事訓練を行うとともにこれがより重要なのですが農作物を生産する植民地として発展させましたそのためこの入植地ジェームズタウンは高級的植民地と呼ばれ ここにイギリス領、北米植民地の歴史が始動するのです。このように現在のアメリカ合衆国へと直接つながる最初の礎石は、北部ではなく、ここ南部の地に築かれたのです。これはロンドンに立つジョン・スミス像です。入植後、厳しい開拓の時期が続き、植民開始から10年を経ても利益の配当はありませんでしたが、 ジョン・ロルフがタバコ栽培をこの地ににもたた。らし、し繁栄に導きました当時の先住民が用いていたタバコの栽培種ニコティアナ・ルスティカの味は入植者たちの思考に合わなかったのですがロルフは今一つの栽培種ニコティアナ・タバクムを導入して植え付けに成功しここにイギリス領北米植民地最大の商品作物となる タバコの栽培が開始されたのですこの女性はポカホンタスポーハタン族の族長の娘でジョン・ロルフと結婚しましたこれはジェームズタウンのポカホンタス像1614年ポカホンタスはキリスト教の洗礼を受けますこの絵はその場面を描いていますが かなり美化されているようですそして入職者ジョン・ロルフと結婚その後イギリスに渡ってジェームズ一世に越見ポカホンタスは首長の娘に過ぎませんでしたがアメリカの王女として艦隊されたようですこれはナショナルポートレートギャラリーにあるポカホンタスの肖像画です オカホンタスは映画化もされていますしかし先住民と入植者の関係はすぐに悪化していきます原因はタバコ栽培タバコ栽培は短期間に地力を痩せさせてしまうためどうしても高地拡大を求めるようになり先住民との関係は険悪にならざるを得ませんこの地の先住民たちは 1618年に入植者に有効的だった族長ポーハタンが死去した後入植者に対して態度を硬化させ1622年3月22日ついに一斉放棄してバージニア入植者人口のおよそ3分の1347人を殺害したとされます。これは、 1622年の先住民による入植者の虐殺を描いていますこの事件によってインディアンやその文化に対するイギリス本土の評価は覆されましたバージニア植民地内だけでなく本国イングランドでもインディアンは野蛮だというイメージが広がったのです過労死で崩壊を免れた植民地は イギリスから人と武器を補充して先住民の攻撃を撃退、バージニア植民地への先住民の脅威は薄らいでいきました。しかし、先住民との戦い、インディアン戦争を通じて、植民地人は先住民を敵視するようになり、残虐な戦闘を繰り返すことになったのです。この絵は、インディアンを追撃するアメリカ騎兵の創造図です。